嫌なやつね。だいたいみんなそう、どっかで忘れてきちゃうんだけど、一個は扇形って聞いた時に、コの長さ、コって字合ってんのかな、コの長さを求めるやつと、面積を求めるやつあるじゃん。そう、なんかね、も私もこれすごい嫌いだったけど、みんな苦手意識持ってんだよね、扇形って。でも、実は扇形ってすごい楽で、なんでかって扇形って今言ってくれたように円の一部なんだよね。円のさ、円周とさ、面積の公式ってすぐ出ない？パって言える今。円周ってどうやって半径かけるとか直径かけるとかやんなかった？じゃあ面積から言ってもらおう。半径かける半径かける、そう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 、